今何に対してうんって言ったかも。やばい。あ、やばい。本当に。適当。なんなんでしょうね。今あっち開けてていい？開けとく。あ、おはようございます。おはよう。おはまよう。え、いつもこうどこに座ってたっけ？なんか遠い。FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。6月5日、もう5日ですね。6月になって、モーニング8をこれから生放送でお届けいたします。時刻は8時を回っております。ギノワン市旧なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、月曜日担当、私金子まやが生放送でお届けいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今ね、あの冒頭で言ったんですけど、もう2017年半年ですよ皆さん。早いですね。もうこうやって夏もあっという間にきっと終わるのかなと思うと、ちょっとだけそわそわしてきてるんですけれどもね、悔いのないようにまた年末ぐらいにですね、あのどんな1年でしたかなんて振り返る時が結構あると思いますので、今のうちに思いっきりですね楽しんでいければなと思います。でですよ、この間、そう、金曜日だったかな、金曜日、木曜日、金曜日ぐらいに、私いつもこの朝ね、お昼ご飯とか夕ご飯までささっと作る時があるんですけど、金曜日にちょっとお家にその日はいまして、その時にですね、あの夕ご飯までこの日も作ろうと思って、朝からでいろいろ料理をしていたら、お家いつも使ってるフライパン2つあって、ちょっとなんて言うんですか、中華料理じゃないけど深い、そこの深い、しめ鍋、え、しめ鍋、しめ鍋っていうの、しめ鍋、うん、なんかあんないけど、その深いそうそうそう、フライパンと、あの普通の一般的なやつ、浅めの、まあまあ普通の深さのものを使ってるんですよ。で、1食目多分作り終えてからだはずで、もう一つのを作ろうと思って、この普通の厚さのフライパンを使おうと思って、深さので、コンロに置いたらなんかあんまり安定しなくて、なんでこれ今日不安定なのかなとか思いながら、でもなんか予定か何かで急いでて、そうで、まあいいかっつって、フライパンに材料入れる前に火つけるじゃないですか。すごい煙上がるんですよ、フライパンから。しかもフライパンの下から上がるんですよ、煙が。え、なんかあったっけと思ってまあいっかみたいな。で、火も一回消えちゃって、それで、でもう一回つけて、もうすっごい焦げの匂いして、あ、これやっちまったと思って、フライパンの裏見たら、鍋敷がそのままくっついてて、フライパンに布、あの燃えるタイプくっついてて、もうね、本当に火も超バチ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 燃えてて、やばいってなったんですけど、なんか皆さんもこういうことって結構あったりしないかなと思って、いいことも悪いこともね、なんかやってしまったなっていうのを今日はメールで募集したいと思いますので、今日のメールのテーマはやってしまったことです。皆さんがやっちまったっていう、そういうエピソードお待ちしております。よろしくお願いいたします。リクエスト曲も一緒に添えて、こちらまでよろしくお願いします。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com までよろしくお願いします。また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。そしてですね、ツイッターも連動してますので、たくさんツイートもよろしくお願いいたします。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけますので、そちらもよろしくお願いいたします。さあ、今日のメールのテーマですね、やってしまったことです。皆さんがあちゃーやってしまった、そんなエピソードお待ちしております。それでは本日のオープニングナンバーに参りましょう。
本日はですね、鬼塚千尋さんの流星群を聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。椅子2つだっけ、決めてる。言ってよ。シンベーナービーフランズか。あ、シンベーナービーって言うんだ。はよ、あのメール見た？見てない。あれだよ。ツイッターじゃない、なんだ、フェイスブックのだよ。あなた見れないの？何を？あ、まよ、あ、あ、あ、ちょっと今日早く来るよ。なんで新名ナビって、まよが言ってるフライパンと多分違うね、それ。星など見えなくていい、変わるだけ、何も無理くり私を、何も証明するだけでも必要として、あなたが触れない私なら、ないのと同じだから、ダンダン、曖昧な。28度ってよ今日。やば、でも寒い揺れましたな。そうか。一人に焦る時はちゃんちゃんちゃん、これ以上望むものなどないくらいに繋いで、思いを讃えて、かすかな振動でさえ。うり、また読めない感じでたけど、大交易時代、交易、琉球王朝、なんとかが王朝じゃん、没。ん？琉球王朝？王朝？朝、あ、朝。王朝？あの、直子さんとかによく使われるやつ。琉球王でしょ？あ、そうなの。琉球王で来て。なんで？これ誰なんじゃん。琉球王、小太球。本当に？本当だ。なんでわかるんですか、いつも。頭がいいからさ。え、違うと思うよ。違う、なんていうの？なんか山内さん意外だから嫌だ。なんか意外だから嫌だ。なんか負けた気になる。俺結構あれだよ、本とか読んでる、勉強したんだよ。え？勉強したんだよ。あ、そうなんだ。歴史好きですか？いいね、好きじゃない。あ、見て。じゃあ本とか読んで勉強してるんですか？あ、そうなんだ。じゃあ本読もうっと。適当やんね。数え切れない笑みを下げている。ね、9月本当にバーベキューするってよ。みんな来て、バーベキュー。トロッピーでやるってよ。ないこの場所で今でも呼ぶ声はいつだって楽しみに変わるだけ、こんなにお祝いとかで使うデージマギーの鍋。そうなの？どんな鍋をお祝いの時に使うって分からん。このマギーの鍋があるだろ。は？食堂、お米炊くやつ？ちゃん、食堂とかにあるやつ。実は食堂の中見たことないもん。でも食堂のおばちゃんたちすごいよね。あんな量のさ、注文早いし、作るのシュシュシュンって感じねえして。
めっちゃムカつくんじゃん。マヤが入れなべとか言ってる。入るかな。マヤ入れますね。そんな大きいんですか。はい、かよ。はい。そうそうそう。何？後で見ようね。追加線は見れない。時刻は8時10分を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。今日6月5日月曜日、今日はですねお天気曇りとなっております。風が東の風のちやや強く、波が 1.5 メートルです。降水確率がお昼12時までが 20%、 お昼12時から夜12時まで 30% となっております。日中の最高気温28度ですよ。皆さん暑いですね。今日ここのねスタジオもちょっと暑いんですけれども、しっかりねこの水分補給とかもしっかりとっていただける取っていただきたいと思いますので、脱水とかもそろそろしてくるんじゃないですか。脱水症状にも気をつけていきたいと思います。続いては道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄道下りそして上りどちらもなんですが、宜野座インターチェンジ付近、巨大インターチェンジ付近では工事のため追い越し車線が規制されています。沖縄道上りと下りです。宜野座インターチェンジ、巨大インターチェンジ付近では工事のため追い越し車線が規制されています。そしてですね沖縄道上り西原インターチェンジ、こちら工事のため、規制中です。沖縄道上りです。西原インターチェンジから那覇インターチェンジにかけて工事のため規制中となっております。そしてですねもう一箇所あるんですけれども、沖縄道下り那覇インターチェンジでは故障車が出てるみたいです。沖縄道下り、那覇インターチェンジでは故障車も出てるみたいなので、皆さん月曜日からね急ぐとは思うんですけれども、運転ねしっかり注意を払って安全によろしくお願いいたします。さあ続いては一般道の情報です。国道58号線南行きです。宜野湾市大蛇名交差点から浦添市ぐすくままで長い渋滞が見られております。国道58号線南行きです。宜野湾市大蛇名交差点から浦添市ぐすくまにかけて長い渋滞が見られております。そしてですね県道34号線です。大蛇名交差点から前原交差点にかけてこちらでも長い渋滞見られています。県道34号線大蛇名交差点から前原交差点にかけて長い渋滞が見られています。そしてですねその反対になりますね、県道34号線前原交差点から大蛇名交差点にかけてもこちらでも長い渋滞見られております。そして今日ですねまた公営では、北行き南行き、国道330号ですね、那覇市古島インターチェンジから浦添市西原トンネル、こちらですね、北行き南行きどちらも、植樹作業のため、一車線が規制されています。その影響でちょっと渋滞がまたちらほら見られていますので、そちらの方も皆さん安全運転よろしくお願いいたします。以上沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えいたしました。マイスイートダーリン、何？マイスイートダーリン読めた読めたさあここで一曲、やいなひとみでマイスイートダーリン声超でっかくびっくりした、マイスイートダーリンありがとう、つるくんさん。またね。バイバイ。おぉ。これでかかった。面白かったよ。ごめんね。大丈夫です。これもう2つ下がってるから。あぁ、味らしてるから。ご飯で、ダーリンダーリンに読めるだろ、これ。じゃあ読めたわけ。あ、マイスイートダーリンねって言ったときに。G が入ってないな。G は入れないみたい。ん？入ってるよ。入ってるよ。なんだ？G どこに？ G 入ってるよ。これがいらないみたい。嘘、ダーリングじゃないの？ダーリンって。違う。へえ。
そうで、それで、あ、ダーリンねって読めた瞬間、マイスイートダーリンそれにめっちゃ飽きてしまった今日まだ気持ちが落ち着かないな。誰？私。あ、落ち着いて、どうどうどう。落ち着かんない、どうしよう。なんで、なんか飲みます？飲まない前は買わないけどね。飲む？飲むんだったらいいですよ。じゃあ飲む。で、前は結構あったらこっちをしてね。え、本当に？うん。やだ、無理。いや、押すだけだよ。なんで？なんでって、CM よく CM。あ、分かった。え、な、飲んでくるの？うん。あ、分かった。あ、それ押せばいいんですよね。そう、曲終わったね。怖い！ 2 回？ 1回。2回押すね。分かった。曲の途中で行くなよ。オッケー。いつ終わったか分かるかな？分かる。やば、どうする？初めてミキサーアタックされた。楽しそう。手のひらに書いた人、ああそうだね、山内さんに後で言っときます。そわそわしてるか今日。お前はおごらないパターン。お前は違うパターンです。はい、飲むか。あ、飲むイエーイ。前はおごってもらう。え、水でいい？うん、お水がいいです。やば、よそ、良さすぎる。タリンタリン。なんてやだ。トイレタイムじゃないよ。飲み物飲みに行ってる。そしてマヨへのお水を買いに行ってくれてます。とりあえず CM までのボタンを押すためにこちらスタンバっとこうね。あ、戻ってきた。押さなくていいみたい。だね。イエーイ。ありがとうね。暑いね。暑い。トイレタイムじゃないっす。ねえ、普通怒るよね。逆に俺が怒りましたよ。当たり前だよして。当たり前だよして。いい人が失礼する。怒ってもダメ、怒らんでもダメ。シスタには怒る。誰が？マヨ。うん、嘘。今度お金出させないよ、マヨ。やだ。あ、あんまりね。男前だ。まあね、お母さんがそんな性格で。お母さん1円も出させん、私に。マジ？一緒に行ったら。なのに喧嘩するわけ？あ、する。あ、仲直りしてよ。ちょっと今休戦中。休戦。じゃあまた喧嘩するわけ。回戦待ちする。そう、5分後に1回一応また喧嘩したけど、すぐ仲直りした今回は。すぐだよ。次は何の日で、はい、今日何の日終わったらメールやもん。オッケー。ツイキャスでもいいし、どっちだ。あ、ツイキャスがいいな。何の日終わって。いいや、あの、今日は何の日でしたね。うん、お知らせは今はいい。何だっけ、招待球がなくなった日。招待球ボツって、ボツってなくなった日。ボツっていう言い方すられるんだね、昔の人って。昔の人じゃないんだ。あ、みんな。はい、さあ続いては、今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。今日はですね、6月5日月曜日、旧暦の5月11日となっております。潮の満ち引き、満潮が夕方の5時10分、干潮がですね朝10時58分と夜の10時53分となっております。今日は世界環境デー、そして1460年の今日はですね、大交易時代の琉球王招待球がなくなった日となっております。その他には何があるかなと見てるんですけれども、これは何だろう、読んでみていい？いますか？見てない。フランスのモンゴルフィエ兄弟が世界初の熱気球。熱気球っていうのは気球のこと。お茶飛ばした日なのかな。1783年の今日だったみたいですよ。はあ、なるほど。じゃあ今日の誕生歌紹介します。はい、早いです。他にはなんかちょっとダークな情報しかなかった。月曜日からダークはちょっと嫌。今日の誕生歌、マリーゴールドです。金銭歌で、花言葉が華麗な愛情となっております。以上、今日は何の日のコーナーでした。
さあそれではですね、ツイキャスがたくさんコメント届いております。紹介させてください。つるくんさん、おはまよーと来ましたね。もう番組始まると同時にコメントいただきました。あの来たんですけれども、時間的にね、もう会社に疲れたということで、またねーというふうにコメントも来てましたね。ありがとうございました。そしてあららがまさいがわさん、おはまよー山内さん、おはようございますと来てます。おはようございます、おはまようです。そしてエコザイルさん、おはようございます。ひふみさんもおはーと来ております。そしてみやちゃん、オンザビーチさん、おはようございます。私です、今日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アルファウィングケインさん、どうもおはまよーと来ました。そしてですね、アイデアマスオさんとともにコンティニューコインまで、こんなにたくさんありがとうございます。おかげで30分延長できます。そしてですね、あ、そうそうそう、マスオさんからもおはまよーと挨拶いただきました。ハチホーミーさんもおはようございます。あららがまさいがわさん、新名鍋って大きくないって、さっき私が言おうとした鍋をですね、フライパンを、そう、あの新名鍋っていう風に山内さんに教えてもらったんですけど、なんかそれ食堂で使ってるような大きいフライパン、フライパンで当たってる、あれは鍋、ね、鍋、うん、あ、そうなんだ。そうらしくて、それじゃないです、お家で使ってんの。そう、本当にあららがまさいがさん、危うく火事だなって来てるんですけど、気づかなくて、なんかさ、こうなんていうの、布っていうか燃える生地だから、多分フライパンが洗ったばっかりでその鍋敷きの上に置かれたと思うんですよ。その水分でくっついてて、そうだから私フライパンの裏側見た時もずっとくっついて、フライパンの裏が燃えてると思ってて、え、このフライパンおかしくなっちゃったと思ったら、ボトって落ちてから、もう本当に怖かったです。ちょっとヒヤヒヤしましたね。皆さんのそういうエピソードを今日お待ちしております。やっちまったエピソードを今日はメールのテーマにしてますよ。そしてですね、他にも来てるんですけれども、世田谷のコーラゼロさん、おはようございます。そして野の中の銀のおたるさんも、おはようございます。エコザイルさんの情報です。あのバーベキューね、9月にちょっと予定してるので、もしこれが本決まりしたら皆さんぜひ来ていただきたいと思いますね。これ自由、参加自由というか、あの限定しないので、リスナーさん、パーソナリティさん、みんななんか集まれるなら集まりたいねって話から始まってますので、ぜひ興味がある方はですね、そこもチェックよろしくお願いします。それでちょっと私はそんな約束した覚えないんですけれども、あのバーベキューに来た人限定でマヨのビキニ水着姿撮影があるかもよ、1枚500円出てきてます。そのためにちょっとダイエットしようとやる気満々やし。そして青の軍団さん、おはようございます。かおりさんもおはようございます。としくんさんもおはようございます。たくさん来てますね、コメントがありがとうございます。いろんなまたコメント後で紹介できればなと思いますので、皆さんコメントもたくさんよろしくお願いいたします。さあ今日のメールのテーマ、やっちまったこと、やってしまったエピソードを皆さんお待ちしております。メールアドレスこちらまでお願いします。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までたくさんのメールお待ちしております。ステディアンド誰こう、ステディアンドこう、春夏秋冬、春夏秋冬、秋冬、春夏秋冬、この曲を知らん、知らない、そっか、もう全然違うんだな、ごめんなさい、ガーミガ、あれと思った、今年の春はどこに行こうかだ、フィルクライムこれ、うん、だと思った。それは2000年ぐらいですうん、それは2000年ぐらい、この歌、この歌もうちょい前だはず、えっ、フィルクライム2000年、まさか違うよ、だって2008歳だ、違う、中学生か高校生ぐらいだ。今日の北海道は曇り、気温7度ってよ、少し肌寒いじゃない、多分沖縄でいう、もう凍え、真冬だよ、もう真冬でも味わえないよねすげえ、これはご飯食べに行ってレジで私が出すよって争うおばさんになるな。あー、まあ、ちゃんね、私、うん、あ、今でもやるかも、年上の人と行った時とかは、いい、私がっていうタイプになりそうな気はしてるあれね、
やってる本人たちはあれだけど、外から見てたら早くって思うよね、うん、早く早くどっちかが払って。でもさ、こう出す素振りしないのもちょっとんってなるよね。あ、それはちょっとなんか時々いるんですよ。私が払うのを分かってる後輩は隣で立ってるだけとか早くそーって出てまあ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 と思って払うけどさ、ちょっとね、ちょっとね、必要だよね。あ、いいんですか。そう、あ、いいんですか、欲しいよね。金出せないんだから気使わんの本当に。だからね、あ、出してよかったなって思わせるね。思いたい、欲しかったですとかね。そう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 。50円コーヒーあるんだ、これのこと。これ100円だよ。どれ。50円コーヒーって何ですか、ギノワン。これのあ、違う、これ100円。ね、50円コーヒー半分だけ飲むの。これ100円ですよ。100円です。テディ&コーで春夏秋冬でした。秋でした。春夏秋冬ね。ね、どっちがどっちか分かんなくなる。どうなって覚えたらいいですか。春は春夏、秋は秋、秋夏秋。なんか秋、秋夏春冬だったかなとか。春夏、まあ、その時のじゃあフィーリングで言ってみて。そうだね、うん、春夏秋冬。そう、正解。春夏秋冬正解。お、今春って言ったよ正解。正解じゃねえよ、どっちも春って言ったイエー。次、あ、前のコーナーもやろうか。え、今日は、まあ、心理テストも用意してたのにさ、言うの忘れた。あ、じゃあ次心理テストやって、いや、前のコーナーやろうか。 OK。 前のコーナー何曲今日貸して。ピップス。はい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 、ありがとうございます。イエーイ、ヘイか、イエーイじゃねえ、ほーいい曲ですよ、この曲は。そうなんだ、うん、聞いてなかった。なんで、どんな歌なんですか。なんかね、切ない感じ。あ、そうなんだ、うん、なんかこういうものの意味はあんまり分かんなかった。聞く機会がない。ノリ、ノリ的ないくよ。 OK。さあ、お届けしたのはステディ&コーで春夏秋冬でした。正解。よしよし、記憶力はね、当たらんでいいな。あ、おはようございます。カタツムリさんじゃなくてカタマツマリーさん。そうさ、こっちも今いなくなってるけど、土曜日は安出ってわかりますか、お姉さん。ああ、私これ誰と喋るの、あなた今誰かいるね。ツイキャスに喋ってると思った。なんでやねん。一応チラッては見たけどさ、確認で誰に喋ってるかなと。あ、わかるよ、相性ヤンバル虫。 あれが大量発生してたよ、スタジオ。あ、かわいさ、恐ろしいな。あ、なんかかわいくないですか、触ったらなんかクルンってなるし。あ、まあ触らないけど。どっちやん。ちっちゃい、ちっちゃい時は触ってた。ね、何の話でしたっけ。あ、大量発生、うん、大変だ。え、まずさ、あの方と話せるからね。あの方って誰だ。あ、あの世の方ってこと、多分、シーミーの時。じゃあ心理テストね、最初リオ。あ、やば、間違えた、消しちゃった。面白そう、これ。フィフス。あ、もう見せた。うん、ピーチが足りん。あ、モミーさん、ピーチパーディアマイコヒージャヌアシカチミリオワンガシミル。何を、あ、ヤギ絶対いいや。ダメ、かわいそう。
心理テスト。さあここでですね、心理テストを久しぶりにやっちゃいたいと思いますよ。今日はですね、いつも1番何々、2番何々って皆さんに選んでいただいてるんですけど、今日はちょっと変わったまたやり方でやっていきます。でタイトルが、聞いたことある方もいるのかな、ネットで調べたので、答え見ないでちゃんと頭の中でインスピレーションで答えてくださいね。タイトルが、ライオンが入っている檻と言います。ライオンが入っている檻があります。それぞれの位置に当てはまる人物は誰ですかっていうことなんですけど、やり方がですね、1番ライオンに乗っている人をまず想像してください。そう、身の回りのあなたの周囲にいる誰かを、ライオンにまず乗っている人ね。そして、2番ライオンの檻の中にいる人、さあ一緒に入ってる人。そして3番周りでそれを見ている人を想像してください。それでですね、その思い浮かんだ人のことをどう思ってるかっていうのが分かるので、さあ皆さん今のうちに考えてください。ライオンが入っている檻があります。それぞれの位置に当てはまる人物、あなたの身の回りの人を想像してみてください。まず1番がライオンに乗ってる人、そして2番ライオンの檻の中にいる人、そして3番それを周りで見ている人ね。この3名を皆さん想像してくださいね。この人たちをどうあなたが思っているかというのを、結果をですね、番組の最後で発表しますので、ぜひ最後まで聞いてください。もし最後までね、聞けないよ、仕事だよとかっていう方は、FM ギノワンの Facebook ページ、または私マヨの Facebook ページ、そして、ガネコマヨの Twitter で結果を載せますので、仕事終わりにでも、ちょっと休憩時間にでも見てみてください。よろしくお願いいたします。以上、心理テストのコーナーでした。じゃあもう一回入ってきてるから、コーナーやった後、もう一回入ってきて、コーナーやろう。マヨコーナー。さあ続いてはマヨのフェイバリットソングズオンマンデーのコーナーです。このコーナーでは私が好きな曲とか今ハマってる曲とかを流すんですけど、今日はフィフスハーモニーという方々の曲を流したいと思います。もうすっごい、もうノリノリの、もうね、踊っちゃいたくなるくらい、そう、超いい感じの曲をこの方たち歌ってるんですけど、女性のシンガー3人で歌ってるわけですよ。でしかもみんなダンスも踊れて、しかもみんなさん外見も素晴らしい、やばい、もうね、女子の多分憧れになるように、本当に綺麗だし、色気もあるし、可愛らしい部分もあるし、もう本当にね、最高ですね。そういう、今日ですね、私この方たちのアルバムをこの間借りていろいろ聞いてて、一番今この曲の中でね、アルバムの曲の中で踊りたくなる曲があったわけです。それを今日はですね、お届けしたいと思います。活動が2012年から今もずっと活動していて、もしよろしければ YouTube とかね、フィフスハーモニーでちょっと調べていただきたいと思います。そしたらもう最高の曲がたくさん出てきますよ。でこの方たちはですね、X ファクターからなんですよ。この X ファクターの、脱落の後に、デビューシングルを出しました。それがきっかけでいろいろね、上り詰めていって、今では本当に最高のパフォーマンスをするグループになっております。今日はそんな方たちの曲を1曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください。 Fifth Harmony で That's My Girl、 聴いてください。どうぞ。あ、鍵ついてる。鍵は、なんか鍵ってさ、鍵って何、わかんない、なんか友達につけてもらいました。なんか友達、フォローとかしないと見れないやつって言われた。 Thank you.
このような結果が出たんですけど、これいいの？まずければ俺言わないから言わないの。内容に載ってる人、あ、まあこんな感じです。一番何番が嫌いって？なんでもない。今日ちょっとあれだな。あそうなのかな。あれなんじゃない、 S 系がめっちゃあるんじゃないですか。私、うん、そうですよ。なライオンの檻の中にそんなさ好きな人やだ、入れないで、怖い、食べられるよ本当に。子供とかに違う、なんか怯えてるのをこう守る感じ、イメージ。誰が？俺。違う、守れない守れない、その時。なんで？違う違う違う、3人しか想像しちゃダメだもん。そこ自分入れちゃダメ。自分がなんでちょっとかっこいいとこ見せましてるのやばい、びっくりした、それ守るみたいな、新しいのがあった。違うんだね。あ、承認して、え、どういうこと？待って、ツイッターの使い方わかんないんだけど。鍵かけたらフォローするのも承認がいるってことですか？そうなの？わかんないけど、ね、フォローリクエストって何？だからそれがフォローなんじゃない？あなたのことフォローしていいですか？あ、あっていう、あ、これ自分でこうなってやるんだ、今気づいた。あ、たまつさんは今全部やりました、ごめんなさい分からんかった、ごめんね。あ、したしたした。なんでこんな永遠に止まっていくのかなと思ってた。あ、なるほど、ありがとうございます。どうしようかな、ちょっと時間あるな。メール？うん、あ、でも心理テストっていつやったの、メールの後？ That's my girl。 メールの後にやります。ライオンに乗っている人、私。心理テストやって、あれでもいいよ。メールでも。じゃあそれにしようっと。ごめんなさい、日本高松マリーさん。多分ね、承認した中にいますよね。やり方が分からなすぎる。難しいね。やっとできました。どっちが先だっけ？これから先、心理テストから。さあ、先ほどですね、心理テストをちらっと言ったんですけれども、聞き逃した方がいるかと思いますので、もう一度言わせてくださいね。今日のタイトルがライオンが入っている檻というタイトルになっております。これでですね、結果がちょっと面白いんですけれども、まあ結果発表は後々ということで、このライオンが入っている檻があります。それぞれの位置に当てはまる人物は誰ですかというふうに、いつもとはちょっと変わった違った感じで今日は心理テストしちゃいたいと思います。まず1番ですね、そのライオンに乗っている人をまず想像してください。皆さんの、あなたの周りにいる方で結構なので。そして2番、ライオンの檻の中にいる人も想像してください。さあ、そして3番、周りでそれを見ている人も想像してみてください。1番はライオンに乗ってる人、2番はライオンの檻の中にいる人、3番はそれを周りで見てる人です。さあ、これでですね、その皆さんが、あなたが思い浮かんだその人、どう思っているかをこの心理テストではちょっとね、見抜けるというか暴いてしまいたいと思いますので、ぜひぜひちょっとね、今のうちにその人たちを想像しててくださいね。この結果発表は番組の最後で発表します。そしてもし番組の最後聞けない方は、私の、ツイッターページ、ガネコマヨのツイッター、それかマヨのフェイスブックページ、または FM ギノアのフェイスブックページ、このね、3つでもあげますので、そちらからもぜひ見てみてほしいなと思います。よろしくお願いいたします。
さあそれではですね、今日のメールのテーマ、やってしまったこと、やっちまったことなんですけれども、メール早速届いておりますので紹介してくさせてください、まずこの方です。おはまよ&山うっちーに皆さん、土曜日に栄町デビューしたひふみさんだぞごっくんちょ。何それ。夜更かしマングローブのお店行ってきたんだぞ。何夜更かしマングローブって。なんかやってるさ、ラジオか、ラジオ、うん、へえ。すごいな、もうひふみさんすごいね、いろんなとこいますね、ほんと。わしてからやっちまったストーリーいっぱいあるよ。コーヒーと思って飲んだらめんつゆだったとかまずそう超喉にきそうだねそれ。空いてる缶コーヒー車の中でつい振ったとか。あ、これ私もある、あのキャップ式のやつ、しかもあのホットで振ったらボシャーって出てきたわかる。そして沖縄そばに高齢グース入れすぎて酔っ払ったとか、嘘でしょあるこんなこと高齢グース入れるけど酔うまではないな、さすがに。して酒飲んでやっちまったストーリー、雲地川で一人水泳大会して、その後救急車に乗せられて、は？死体袋に入れられて、着いた病院で仮車椅子でウィリーした。ウィリー、ウィリーって何？ウィリー、おしゃ、あ、前をバーって上に上がっちゃうやつ、足が天井向くやつ。天井まで関係ない。あー、バイクでよくやってる。あー、嘘でしょ。 なんでどういうこと、どういうこと、なんでそうなるの。この一番雲地川での出来事が私には理解できていない、まだはあ。でそして朝のラジオで話せるのはこんくらいかなって、もう朝じゃない、朝以外は言えること他にあるんですね。この話はまあできるということで、はあ、怖いな、ちょっと聞きたいけど、さすがに今のこの雲地川のでね、だいぶビビりましたマヨ山内さん、人間経験から学ぶけど生かせることと生かせないことってあるね、爆笑。冷やみ勝ち東北、冷やみ勝ち九州で、ありがとうございますそうね、まあ全部学んだんじゃないですか。要は水泳大会するなってことでしょ、あっちの川で一人でそっからの流れよ、一番悪かったのは怖い、お願い。まあいろんなね経験してください。これからも多分裏切らないぐらいの経験してくれると思うので、ひふみさんはい、また素敵なエピソードお待ちしております。ありがとうございました。さあじゃあもう一通ですね、先ほどツイキャスでも参加していただきました、バーベキューでは、ヒージャー食べると言っていたモーミーさんからです。ハイサイマヨコクヌメシラギリミキと電話で今便所に向かう入るって話したの投稿したから途中ボツやったんやっちまったって思った、よしが懲りずにところてん送ったら採用やったん、ウリエマヨコ怒りやすた、モーミーエイビシがえ、ところてん送ったの、もう本当に嫌もう下ネタ好きね。この前君にうがなびら歌ってる女の子にジャージ姿が可愛いさ、臨海はこのジャージ姿で行ったらみんなの注目浴びるよって話した後の一部始終を話してみましょう私のことです、もし私がジャージつけてきたら、着てきたら、モーミーさん編みタイツ着てきます、うん、え、これ誰が何を読んでるの、うん、シムンドイ、ヤシがワン編みタイツね、シが大丈夫、あ、私がね、私が大丈夫、私があるからモーミーさんにプレゼントします。そしたらモーミーさんが一応ワン履くけど丸バイでしか履かないよ、私、うん、別にいいよ、でも私と離れて歩いてよ、ヤシが丸バイで編みタイツ履いて、もし丸々こうしたらところてんみたいに出るはずや、そしてこれ私言ってないと思うんだけど、あ、モーミーさん頭いい、すごい商売できるんじゃない、ワンのこと見直したかって来てますね全然こんな最後の後半はこんな会話してないモーミーさんでただのフラー違うんだね、まあよただのフラーって思ってた、その後褒められたワンは編みタイツ履いてところてん作りに励もうとしてますユッキーこの辺どう思われますか、廃墟に
今日2回目の途中ボツで大丈夫今日読んでよ。あのゆきさんのことだよね多分ね。違うかな。それか木金の担当してる方、どっちかのこと。でもどっちのこともゆきさんって言ってる気がする。どっちのことでしょう。そうね、私がね前ジャージでが猫マヨって書いたあのジャージ姿をねもみさんに見られて、もうそれが可愛い可愛いしてくれてたんですけれども、本当よもところてんハゴでしかない。ダメ、もうこれはボツ読んだけどボツじゃあもう一つだけ。あ、じゃあですね、まだメール届いてたんですけれども、また後々後でですね紹介させていただきたいと思います。ここで一曲お届けしたいと思いますよ。リクエスト曲が届いております。ひふみさんからのリクエスト曲です。シンディーローパーでタイムアフタータイムです。聞いてください、どうぞ。美味しそうって食べられるはずよ。乗っている人、見てる人、弟、外にいる。ああ。ね、次曲明けお知らせやって、はい、その後ツイキャスやりましょうか。オッケー。心理テストでもいいし。うん。これ一通目でいいんですか？うん、何ですか一通。行方不明です、ね、あ、いいよ、まだね、見つかったって来てないから、うっそ、うん、でも若いよ、まだ60代だよ。2回目だ、今日から。うっそ、うん、どうした。あ、認知症グループホームに行ってるんだ、うん、あ、認知症なの。うん、うそ、あ、ほんとだ、認知症、行方不明者、家族の会。もうワインいっぱい飲んでからポリフェノールさいっぱい体に入れて認知症改善していけたらいいけど。あ、それ改善されるわ。あ、ワインは結構、あ、でも高校の時に習った情報だからわからん。今はもっといいあれが出てるかもしれんけど。ワインだけは飲めないんだよ。あ、そうなんですか。飲める？ワイン飲んだことあったかな。なんか美味しくなかった気がする。お父さんが飲んでたのが辛かった。ブドウジュースと思ったら違かったです。えーってなるんだよな。酸っぱくて。酸っぱい？酸っぱい。苦い。苦さはビールも苦いでしょ。あんまり酒飲まないか分からん。分かんない。しかもカルアミルクが一番好き。出これシンディローパーなんですか。はい、若い時の声。でも声は変わらない昔。あ、これ歌ってかっこいいやつです。これだからね、弾き語りやったからこれ超かっこいいやつ。簡単と思います。うん、結構やってる人いる。簡単かな分からんけど、まあ、簡単にやってそうで実はめっちゃ難しそうだけどね。やってみようと。しかもゆっくりだし。そうそう、ひふみさんが教えてあげる。ひふみさんギターはできないのかな。どんな感じでも何でもできそうだけどな。あー、沖縄の人お酒強いよみんな。確かに、あのミキサーでこう喋ってる山内というおっさんなんですけども、僕はね、僕は主語です。そうなの。はい。嘘。え、もうすぐ殿堂入りぐらいの主語です。飲んでも飲んでも主語って分かる。強い。そう、意外。嘘、超強い。なんか2杯とかで酔いそうすぐメロメロみたいな。なりそう。しかも変わらず。あ、ちっちゃい、あ、ちっちゃい時からじゃなくて、ちっちゃい時から変わらず主語ですよ若い時から楽しいよ、お前は。ちっちゃい時から高いのねダメだ、ダメ、絶対だお酒ね、確かに強いと多い。あ、おはようございます。
心理テスト？これ、この音楽でいいの？これでいいの？うん。さあ、ここでですね、お知らせを挟んでいきたいと思いますよ。沖縄県認知症行方不明者家族の会事務局より連絡です。沖縄市社会福祉協議会より行方不明者の情報がありました。捜査、情報提供のご協力をよろしくお願いいたします。行方不明者の、方ですね、中尾寺しいちさんという方です。年齢がですね64歳となっております。身長が162センチです。そして外出時の服装なんですけれども、青と紺のニューバランスのスニーカーをまず履いていて、そして緑のポロシャツ、緑のジャンパーを着ております。そしてですね、その他の情報なんですけれども、所持金が1500円、そして行方不明になった日がですね5月17日です。5月17日の水曜日、午前9時に宜野湾のグループホームから外出したきり戻っておりません。もしあこの方かなって心当たりのある方ね、見かけた際にはこちらまで連絡よろしくお願いいたします。連絡先こちらまでです。 070-5487-4553 070-5487-4553。平さんという方に電話がつながるそうなので、この方までちょっとした情報でも構いません。ぜひご協力よろしくお願いいたします。以上、沖縄県認知症行方不明者家族の会事務局より連絡でした。じゃあ、あとはフリートーク2分ぐらい。オッケー。2分？さあ、先ほど紹介した、心理テスト、またね、聞き逃してる方とか、ま、あ、何だったっけ2番とかなんか多分覚えてない部分があると思うので、もう1回だけ言わせてください。よろしくお願いいたします。今日の心理テストのタイトルが、ライオンが入っている檻というタイトルです。ライオンが入っている檻があります。次のうちそれぞれの位置に当てはまる人物は誰ですかというのが質問ですね。1、2、3番それぞれ言いますので、皆さんの身の回りの人を思い浮かべていただきたいと思います。1番がライオンに乗っている人、そのねライオンに乗っている人をまず想像してみてください。そして2番、ライオンの檻の中にいる人です。一緒に檻の中に入っている人、これも知り合いとか周りの方のことをちょっと想像してみてください。そして3番、それを周りで見ている人、はい、ぜひよろしくお願いいたします。このですね結果をまた番組の最後で発表しますので、もし番組の最後聞けない方は、私が猫マヨのツイッター、もしくはマヨの、マヨのフェイスブックページコーナー今日終わったのに、そして、もしくは FM ギノアンのフェイスブックページ、こちらの3つでもはい言いますので、伝えますので、結果ねそちらからも見ていただきたいなと思います。ライオンが入ってる檻があります。このライオンに乗ってる人、そしてライオンの檻の中にいる人、そして周りで見ている人、それぞれ想像してください。ツイキャスで今1だねって来たんですけれども違う違うこれは、まあ、自分も含め、いや自分は含めないですね。このねライオンが今いて檻の中に、でそのライオンに乗ってる人、檻の中にいる人、周りで見ている人、それぞれの位置に当てはまる3名を身の回りの人からちょっと選んでいただいて、それをこのね人たちをあなたがどう思ってるかっていうのを発表していきますので、そうそうそう、自分じゃないんですそうなんです、はい、ぜひ想像していてください。番組の最後に結果を発表いたします。以上、心理テストのコーナーでした。じゃあここで1曲お届けしましょう。シシャも明日も白だと思った。白。ああ、そっか。妙白とか。そっか。
白に見えるか、明日も、おはようございます。明日も LINE 入れるよ。忘れた。あ、分かる。酒弱いですっていう人ほど強い。で1分前ぐらいから、うん、ちょっと9時台もお楽しみにぐらいとか、メールも募集して。オッケー。あ、1がイケペ、2がハゲチョビ、3がマーヨ。それ周りで見てる人、エコさんにとっての私はこれこそちょっとマジか、問題だな。イケペ、あー、モーミンさんありがとう。マヨが一番ってことは、あ、なるほどね。どういう意味？結果見ちゃった。だって結果知らないと言えないし。じゃあ、リンさんが見たんじゃない？マヨのこと嫌いじゃないよって。ああ、そういうこと？結果見ないでダメ。発表するの、お前が。じゃあ、ちょっとメール募集しましょう。さあ、この後もまだまだモーニングエイト続きますよ。続いてはですね、また9時から、はい、放送していきますので、メールもね、募集しております。こちらまでメールよろしくお願いします。メールのテーマ、そうだ。メールのテーマが、やっちまったこと。なんでまたここでこう。私と山内さんが本当に、ね、なんか、合わない合わせられない、お互いに。多分私だけじゃないはず。早く早くね、相性のいいミキサー、そしてパーソナリティになりたいと思います。やっちまったことは、こちらまでメールよろしくお願いいたします。メールアドレスが797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com まで、リクエスト曲と一緒に添えてですね、よろしくお願いします。やっちまったこと、たくさんお待ちしております。今がやっちまったね、ほんとね。セカラしてセカラ。はい、ニュース。ニュースだよ。一回切った方がいいかな、ニュース読んでる時切れそうね、これね。うん。一回切るね、みんな。ツイキャス切るよ。あと1分半で切れてから。切れるよね、これって。うん。赤い数字だったら切れる。うん。だから最初のテーマ言うのと、うん、そのだいぶ離れてから言うのはエコーかけると思ってください。だから最初はほらエコーかけるからね。だから今日のテーマはで、ちょっと間開けて、なんとかエコーかかるように言って。あ、マヤがわざと？マヤがわざと。自分でエコーかける。あ、違う。やるね。お願いします。ララシジジリリリあるよね、うん、分かった。止めればいいんだよね。そうす、今日のメールのテーマは何々。やっちまったなとか言えばいいですか。そしたらもうあれが生きるから、エコーが生きる。分かった。最後伸ばせばいいんだ。そうです、その通り。じゃあ来週からやろうと。いやいやいや、9時台からやろうぜ。マジ、うん、やば、汗かいてきた。緊張さ。緊張しないだろ。するよ。人前で歌う方がやっぱり緊張する。歌はもう歌。MC と。ああ。初めての場所はね。
願う。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは沖縄タイムスの総合面からです。イギリスで再びテロ、7人が死亡、容疑者射殺、車で暴走、刃物で襲撃です。ロンドン中心部のロンドン橋で3日午後10時過ぎ、車が次々と通行人をはねた後、車を降りた男らが近くの食材市場バラマーケットで買い物客らを刃物で刺しました。7人が死亡、48人が病院に搬送され、警察は容疑者の男3人を射殺。イギリスのメイ首相は4日イギリス過激思想に感化された者によるテロとの見方を示し、8日に迫った下院総選挙は予定通り実施されると述べました。続いて沖縄タイムスの地域面からです。ヨガで健康、300人が実践、木村さん療法を紹介。国連が定めた6月21日の国際ヨガの日にちなんだイベントが4日、宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで開かれました。日本ヨガ療法学会理事長の木村敬信さんが講演し、インドの伝統的な技法が世界中に広がった経緯や、医学的な研究から明らかになった健康面への効果を紹介。別会場ではマタニティヨガや笑いヨガなど多彩な種類のヨガを体験できる場が設けられ、300人の来場客でにぎわいました。続いて琉球新報の市町村面からです。将来は人間国宝に、第1回沖縄伝統芸能和歌集芸術祭の音楽部門で県知事賞を受賞した上原天君が5月26日宜野湾市役所に佐喜眞淳市長を訪ね受賞を報告しました。上原君はいっぱい練習を重ねて将来は人間国宝になりたいと胸を膨らませました。佐喜眞市長は、受賞は市としての誇りであり、市長としても鼻が高いと将来に期待を寄せました。続いて、同じく琉球新報の市町村面からです。スンサーミーを披露、宜野湾市ガネコクサンゴ茶伝統の舞繁栄を願う。宜野湾市ガネコクのサンゴ茶が5月28日、婦人会の主催で、同公民館で催されました。市の無形民族文化財に指定されている芸能伝統芸能ガネコスンサーミーを保存会の女性たちが披露しました。約250人が集まり、五穀豊穣と子孫繁栄、区民の健康を祈願しました。以上、琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。ランキングじゃないよ。モーミーさんの多分見たんだはずね。ううん、心理テストしてたのさっき。もう一回言うね。じゃあ9時入ったら9時かも。次で言うね。そう、総選挙じゃないよ。かっちゃん来るんでしょ、 AKB の。心理テストするってこと。 OK。
け。もちろん参加してください。やっちまったー。伸ばすんだよね、エコーのためにね。緊張。次だ。そうなんだ、あっちゃんのファンなの。これさ、いつも言えないの。家入り。いつも噛む。家入り。家入りレオ。社員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 。さあ、モーニング8、9時台でございます。 79.7MHz FM 技能湾より生放送でお届けしておりますよ。さあ、今日のメールのテーマ、やっちまったです。うぃー、やっとできたエコー。しっかりエコーを活用しました。初めて。今までの散々だったけど、今日もやっちまったエコーがあったけど、やっとできたね。なるほど、わかりました。はい、今日はですね、メールのテーマ、やっちまったに関することを皆さんから募集しております。こちらまでメールアドレス紹介しますので、メールよろしくお願いいたします。 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com まで、やっちまったに関するメールをお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、心理テストもやっていますよ。先ほどまたね、ツイキャスに参加された方とか、さっきラジオをつけた方とか、ユーストリーム見た方に、はい、ぜひ一緒に心理テストしていただきたいと思います。まずタイトルがですね、ライオンが入っている檻というのがタイトルです。問題、ライオンが入っている檻があります。次のうちそれぞれの位置に当てはまる人物、あなたの周りから選んでください。1、ライオンに乗ってる人。はい。2が、ライオンの檻の中にいる人。そして3番、それを周りで見てる人。はい、それぞれを選んでいただきたいと思います。それでですね、その方があなたにとってどういう存在なのか、あなたがその人をどう思っているかが分かりますので、ぜひ想像してみてください。結果発表がこの番組の最後、もしくは、FM ギノワンのFacebook ページにも載せます。で、私のマヨの Facebook ページと、あとガネコマヨの Twitter にも結果載せますので、もしお仕事とかね、何か事情があってね、ラジオ最後まで聞かないって方は、そちらもぜひチェックして、こんな結果だったんだ自分っていう風に今日見ていただきたいなと思います。もう一度です。ライオンが入っている檻があります。それぞれの位置に当てはまる人物は誰ですか。1番、ライオンに乗ってる人。2番、ライオンの檻の中にいる人。3番、周りでそれを見てる人。さあ、それぞれがあなたにとってどんな人かが分かります。はい、ぜひぜひ答えてみてください。よろしくお願いいたします。それではここで1曲お届けしたいと思います。家入りレオでシャイン。周りで見てる人のさ、また違ってば、3人想像するのよ。その自分の中でね、ひきまるさんの周りにいる人を、ライオンに乗ってる人は誰かなみたいな、そう、檻に一緒に入ってる人誰かなっていうのを想像するんです。
え、マスオさんの受ける、それ周りから見ているリスナー3番だけ限定失礼して、うん、違うマスオさん、自分だったらどれ、ん、自分だったらどれだったらどんな結果になるか、あ、だからね、あ、でもそれ多分できないはず、結果的に好きな人の順番なの？違いますねいけるんだけど、やばいよ、エコさん、それもなかなか前を一番にすればいいと思ってるでしょ骨折って誰？あの、一緒にフリームーンやってる人、だったあの芸能人さんに似てる、忘れた、あのメガネかけてる人です、いつもフリームーンラジオ、あー、はい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 、なんミキサー見に来た人、うんうんうん、始まってる、南骨折、あ、そう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 、はい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 、面白いね、骨折さん、あの、いいキャラしてますズンバ見に来てたんだよ、お前、沖縄市に、だからもうほら、電話じゃなくてあれすればいいじゃん、この心理テスト、今日ね、文が短いからね、でも最後の結果が長いかも、ちょっと、そっか、じゃあこれ終わったらもうメールをどしどし読んで、はい、オッケー、あーゆみちおじさんの、じゃあ次ゆみちおじさんの読むね、来てるからね、たくさんね、この人ゴキブリも怖くないらしいですよ、皆さん、何しね、私、うん、あ、そう、ゴキブリ、でもみんなゴキブリ怖くないと思う、怖いゴキブリ怖いですか、扉、何あれ、掴めるわけ、いや、別に掴めはできんけど、ティッシュとかああいうんだったら全然平気、マジで、デカヌルも、マジか、すげえな、そう、ゴキブリ、だってゴキブリってさ、何ね、が、なんかする？するよ、やだ、ヤモリは、ヤモリ抱くだけだよ、うん、肌みたい、人のね、うっそ、うそでしょ、うそでしょ、こんな22センチとかあるの、はい、さあここでですね、やっちまったに関するメールたくさん届いておりますので紹介させてください、久しぶりの方ですね、皆さんおはようございます、いみっちょおじさんです、今日のテーマ、やってしまったこと、6月のこの時期になるとおじさんがやってしまったって思い出すこと、おじさんと司令官の結婚記念日が6月なんですが、数年前の結婚記念日に昼間の時間帯にとあるラジオ局のハッピーふんふふんって番組あるでしょあの番組に司令官に対しての感謝のメールを送ったわけさ、しかも時間帯まで指定して、その日はとあるラジオ局の番組を聞きながら司令官とドライブ、いよいよ指定した時間帯、おじさんはそわそわしながら運転してると、司令官が、あ、そうね、初めて聞く方、奥さんのことなんです、司令官ってね、素敵な奥様ね、あの司令官が、車コンビニに入れて運品したい緊迫した司令官の顔を見たおじさんはコンビニに車を入れました。司令官が内股でそそくさとトイレに入っていった時、おじさんのメールは読まれ始めましたそしてパーソナリティのたま、あ、滝ふんふふんさんが感動的なメールでしたね、末永くお幸せにって言った後、リクエスト曲が流れました。曲が終わり、ハッピーフンフフンってジングルが流れた頃、司令官はにやりとしながらすっきりとした顔で車に戻ってきました。
おじさんは司令官への感謝を込めたメールを自分一人で聞き、司令官へのプレゼントするはずの曲を自分一人で聞きました。おじさんがこの時ほどやってしまったって思ったことはありません。それおじさんたち夫婦もそんなおじさんたち夫婦も来週に21回目の結婚記念日を迎えますよ。今年こそはハッピー夫婦にメールしてみようかな。よしが司令官のことだからまた運費したいって言いそうだなって。ありがとうございました。この間と違う時間ちょっと指定してからやってみて。これね、ほんとタイミング司令官分かってたんじゃない？ちょっと照れくさくて違うかな。今年もリベンジねしてみてください。来週ということでおめでとうございます。21年目、ね、これからもお幸せに。ありがとうございました。さあ続いてです。ガネコマヨちゃんと山内さん、おはようございます。 M8 ネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。ありがとうございます。グッモーニング沖縄&ギノワン。さて今日のテーマ、やっちまったことはたくさんある。送信済みのメールをコピペして書き換えするけど、前の文章を消し忘れが結構ある。あとは仕事でエクセル文章や、CAD 図面印刷してから気づくの後なんて読むんですか、難しい漢字がある。印刷してから気づくの後、語彙とか、語彙って何ですか、いいよ、後で山内さんと一緒に調べます。なるほどね。あ、でも結構この、じゃあそしたらあれか、電子機械でのことが多いのかな、ね、パソコンだったりスマホだったりでやっちまった、確かにあるかもしれない。私一回あれ送られてきたよ、誤ビューって何ですか。思考内容と一致しない。仕込んだ内容と一致しない。思考内容。あー、なるほど。印刷、しかも印刷してから気づく、は、大変だね。仕事でやっちまったわ、ちょっとね。そう、あのあれがあるってば。ちょっとこれは分かんないんだけど、私がこの送ったメールをそのまま送り返されて、てよーってきた、一番下にてよーって。意味わかる？私がそのね、 A さんにメールを送ったわけですよ。そしたら A さんは多分私のこの文章をコピーして別の人に送ったわけ。そう、それがまんまと私に返ってきて、一番下に見たいよみたいな、何々言ってよおこれはどういう気持ちで受け止めていいのか分からず、間違えてますよって送ったんですけど、ちょっとね、あのあれですよね、その日ちょっとそわそわしてました。今でも思い出すと、うん、うんって思ったりするんですけど。ね、こういうこともあるので皆さん気をつけてくださいね、コピペはね。さあ、じゃあもう一通です。マイおはよう、ブチュー、ヤマチンおはよう、エコザイル出すよ。ありがとうございます。やっちまったこと、あまりいいネタないかな、逆にやられちまったことにしようね。おお、いいですね。ミヤクのガソリンスタンドで、ミヤクのね、整備士と副所長を兼任していた時に、アルバイトに年に 2,3 回は込みたみと言ってガソリンと軽油を間違えて給油されたり、エンジンオイル交換で間違えてオートマのオイル抜いたと休みの日に呼び出されたりもした。さて、マイオから仕事頑張って、夏1週もらって頑張りますかね。じゃあ後からやーと来てました。ありがとうございます。じゃあまず仕事頑張ってください。うん、じゃあですね、なんでこの何ガソリン軽油とさ、あのあれでしょ、レギュラーを間違えたってことでしょ。これってやばくない？やばい。これ車動くんですか？ダメって言うよね、混ぜたら。そうだよね、もう空っぽの状態だったらいけるって話一回聞いたことあって、そう、軽油が何なのか分かんなくて、ただ安いから入れてみようって思った時に、やらない方がいいよって言われて、その時あの軽トラをね、そう私助手席にいて、なんとなくで軽トラだからなんか軽油いけるんじゃないかなと思ったんですけど、じゃなかったみたいで、その時知った、混ぜたらダメなの。あとね、休みの日にこうやって呼び出されるっていうのも大変ですね。やられちまった、確かに。
それもそれでね、俺の時間なのにってなるんですけれども、まあなんかすごい、あの県民ね、副所長と整備士を一緒にしてたからも超頼りにされてたんだと思うんですけれども、こういうこともあったんですね、お仕事で。あれ、お疲れ様でした。メールもありがとうございました。さてではですね、先ほどの心理テストの結果発表を先にしちゃいます。さあ今日は時間に余裕がある今のタイミングでですね、ライオンが入っている檻があります。それぞれの位置に当てはまる人物誰ですか。身の回りの人を想像してください。それぞれのことをあなたがどう思ってるかが分かりますということがこの心理テストで分かるんですけど、あくまでも心理テスト ですから、あの傷つかないように、あ自分ってそう思ってたんだって、あの思い込まないぐらいで、あなるほどなるほどぐらいでちょっと聞いていただければなと思います。まず1番、ライオンに乗ってる人、この方はあなたにとって、ライオンのような凶暴で強いものに乗っているということから、あなたはその人のことを尊敬していますだそうです。さあ先ほどね、一番マーヨーって書いてくれているツイキャスのコメント見ました。なるほど、あなたは私のことを尊敬してるわけですね調子乗りそうだから、この辺でみたいですよ。で2番、ライオンの檻の中にいる人を想像しました。その相手、あなたはその方をどう思ってるかというと、食べられるかもしれない位置にいる人、食べられてもいい人って考えてることから、あなたはその人のことを嫌い、苦手だと思ってるそうです。なのかな、そうそうなんですかね。まあね、いつ食べられるかわからないその危険な位置にいる人を想像した方嫌い、苦手って思ってるみたいですよ。さあそして3番、それを周りで見ている人自分と同じ位置で見てる人、かっこあまり関係のない人と考えていることから、あなたはその人のことをどうでもいいって思ってるみたいです。さあこの心理テスト当たりましたかね皆さん。ちょっともう遊び半分って感じなんですけど、もしよかったらね、これも誰かにやってみるのもいいかもしれない。でもあれだね、2番3番聞くのは怖いですね。自分の名前言われたらどうしようとかね私絶対1番って言われたいです皆さんも同じですね。いつか誰かにやってみてください。ぜひよろしくお願いします。そうまたね、今結果あなんだっけって聞き逃した方、 FM ギノワの Facebook ページ、そして、マヨの Facebook ページ、またはガネコマヨの Twitter でも、答えをまた結果を発表しますので、そちらでももう一回ね、聞いてみてください。よろしくお願いいたします。 BGM やばい、読めない読めない読めないってあいつただろ。三田村邦彦。さあここで1曲お届けします。銀のトロンボーンさんからのリクエスト曲、三田村邦彦で思い出の糸車見てなかった。一番聞かせて、え、あとはもう閉めましょう。あとメールも1個来てるな。ん？メールも1個来てるから。本当だ。あーいいよ、あいいね、これ読みたい。いいよ、すぐ銀トラさんに言われるけどすぐ行こうね。そうね、すぐまたかけちゃう。さあこの曲 BGM にしながらもう一通メール届いておりました。紹介させてください。久しぶりですね、月曜日読むのはね。ヤマチンマヨリスナーの皆さん、おはまよ。おはまよを産んだ方です、生みの親かっちゃんからいただきました。テーマやっちまった。かっちゃんね、電車通勤するのに電車乗ろうと歩きスマホしてたら女性専用車両に乗ってしまった。異常だこれは。さすがにね、内地でそういうことするとどんななんですか。やっぱり当たり前だから冷たいというか、なんであなた男性でしょっていう目で見られるのかな。いやー大変だ、歩きスマホね。この間私も道行くおじちゃんにちょっと注意されたんですけど、危ないよーって言われたんですけど、そうね、ながらスマホ、歩きスマホもね、皆さん気をつけましょうね。さあそしてそうそうそう、私ズンバの話をあんまりこのねモーニングエイトでまたしなくなったので、ちょっとさせてください。この間 RBC ラジオ、アイラジオでちょこっと
紹介させていただいたんですよ、ズンバの話を。そしたらすぐ反響がありまして、生徒が増えました。そう、さすがだなと思ったんですけど、ラジオの力ってやっぱすごいですね。もしこの今ねモーニング8聞いてくれている方、ズンバというものを始めたいという方、ぜひぜひ遊びに参加しに来ていただきたいと思います。ズンバはダンスフィットネスで、体幹鍛えながら体をシェイプアップさせるものです。ラテンの音楽とか洋楽とかいろんな曲で、楽しくパーティーみたいな感じで、もう自己満なんですけれども、踊ってね、新陳代謝もアップするので、ぜひぜひ参加していただきたいと思います。宜野湾市では、ここの近くにあります宜野湾市急な公民館で、毎週火曜日の夜8時から9時1時間やっております。参加費が1回500円となってますので、参加旅ごとに支払いという形で、月謝制ではありません。なので気軽に参加できるかなと思います。予約もないので、もしよろしければ動きやすい格好で遊びに来てみてください。よろしくお願いいたします。さあ、残り15秒になってしまいました。また来週月曜日もモーニング8聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日のお相手はがねこまよでした。また来週、バイバイ。